はー、こんちこんばんは、はるきです。今回はシザースを紹介していきたいなと思います。まあ、前作の終わり頃からアップデが入ってシザースが強化をされました。で、まあ、それを今作も引き継ぐような、形で、強いスキルになってます。まあ、今作もかなり有効的なスキルで、まあ、自分はめちゃくちゃ使ってるようなスキルムーブかなというふうに思います。で、シザースの特徴としてはやっぱり簡単ですね。簡単出すのが簡単っていうのも、ありますし、スキル2の選手から、使えるような技になってるので、まあ、本当に誰でも、使えるような技にはなるんじゃないかな、スキルムーブにはなるんじゃないかなっていうふうに思います。で、操作方法としては、まあ、前方方向から、左もしくは、右に、90度回すっていうのが、出す方法になります。あ、45度かな、45度ですね。ほんとちょんちょちょんです。ほんとちょん。90度まで回すと多分エラシコが出ると思いますね。90度まで回すとエラシコが出ると、思います。なんで、まあ、前方方向から右もしくは、左回りに45度回すっていうのが、シザースの出し方になります。まあ、結構ね、慣れれば、簡単です。最初はエラシコとか逆エラシコとかが出るかもしれないんですけど、まあ、それでも慣れれば、簡単ですし、まあ、スキル5じゃないとエラシコ出せないので、まあ、シザースは比較的簡単には、まあ、出るんじゃないかなっていうふうには、思います。で、自分はね、結構シザースはこういうペナルティエリアの近くでこう相手を外してシュートとかっていう使い方よりかは、ちょっと三人称視点じゃなくてゲームプレイにしましょう。ゲームプレイにして、加速、やっぱりシザースの後の加速っていうのが自分は魅力的だなっていうふうに思うので、こうやって受けた後にすぐこうで、普通にダッシュしてるよりもこうシザースでこう加速する方が相手を置いていけてるような、気がするので、こう受け取ってこうシザースとか、例えば自分は結構サイド付近で使うことが多いんですけど、サイドバックからボール受けて、もうこのままこう縦に、あ、難しいですね。縦にこう行くっていうのが、まあ、自分は結構おすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、振り向き後のシザースですね。この後すぐ加速みたいな。すると、まあ、比較的ちょっと速さもあって相手を追い抜いていける、スキルムーブにはなるんじゃないかなっていうふうには、自分は思いますね。なので、まあ、振り向き後のシザース、まあ、もちろんね、こういうペナルティエリアのとこで相手を外してとかシュートとかっていうのでもいいんですけど、まあ、他のスキルムーブでもいいのかなっていうふうにそこは思ってしまうので、まあ、なので一番のシザースの、まあ、魅力っていうのはやっぱ加速かなと。こうもうボールを受け取った後に振り向いた、後にシザース、そして加速をしていくっていうところで、まあ、本当にこう相手を外すためのスキルってわけじゃなくて、まあ、自分は前に持っていく加速としてのスキルとしておすすめをしたいなっていうふうには、思います。で、まあ、一応ね、ドリブルの操作とかが、まあ、5番と4番でまた違うと思いますし、これからもスキルムーブ紹介する中で、まあ、4番での感触っていう感じでしか伝えられないんで、なかなか難しいんですけど、まあ、このシザースに関しては、猫さんが、結構海外の、方もシザースをこうおすすめをしてるっていう動画を共有してくださってるので、まあ、5番でも一応こういうシザースっていうのは使える、またシザース後の加速っていうのも、使えるんじゃないかなっていうふうには思うので、まあ、ぜひ5番の方も、参考にしていただければ嬉しいなっていうふうに思います。まあ、この後はゲームプレイの映像も見てもらいたいなっていうふうには思うので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。Cry.
Tell me why you